ウォーブリンガーはアメリカ合衆国出身のスラッシュメタルバインド。バイオレーター、ガマボムラと共に2000年代後半のスラッシュメタル、リバイバルムーブメントで台頭。サンフランシスコ産、スラッシュメタル、ベエリアスラ創設者、ジョン・ケビル2012年2004年にカリフォルニアでアンディロックス、ジョン・ロックス、アダム・キャロル、ジョン・ケビル、ライアン・ベイツの5人により結成。 結成当初はオンスロートと名乗っていたが、イギリスにすでに同盟のバンドが存在していたことから後にウォーブリンガーと改名した。センチュリーメディアレコードと契約し、2008年にファーストアルバムウォー l Is Out e n をリリース。ファーストアルバムリリース後にライアン・ベーツとアンディロックスが脱退。バンドは代わりにドラムにニック・リッター、ベースにベン・ベネットを加入させ、 バッケンオープヤーでのライブを含むヨーロッパツアーを観光した。2009年5月19日にエクソダスのゲイリー・ホルトをプロデューサーとして迎えたセカンドアルバムウェイキング・イントゥ・ナイトメア e ズをリリース。このアルバムはビルボードのチャート14位に達した。同年7月、イギリスでテスタメント・オンスロートのサポートを務めた後にベン・ベネットが脱退。 初代ベーシストのアンディロックスが復帰した。2010年、トキシック・ホロコースト、ミュニシパル・ウェイストと共に初来日し、HMK イベント、エクストリーム・ザ・ドジョー・ボリューム24に出演。2011年、ニック・リッターが脱退。カルロス・クルーズを迎えてのサードアルバム、ワールズ・トーン・ア・スンダーをリリース。2012年に創設メンバーアンディロックスが脱退。翌2013年、ホースアルバム、 4エンパイアーズ・コラプスをリリース。以降も創設メンバー、ジョン・ロックスらをはじめとする脱退が相次ぐ。メンバーの変遷を経た後、2017年に、フィフスアルバム、ウォーツー・ザ・バンク・イッシュとリリース。翌2018年、HMK イベント、スラッシュ・ドミネーション18の出演にて、来日公演。